アルミニア・ビーレフェルトはドイツノルトベストファー練習ビーレフェルトに本拠地を置くサッカークラブ。クラブ名のアルミニアはビーレフェルトに近いトイトブルクの森で古代にローマ帝国を撃退したゲルマン人将軍のアルミニウスにちなんだものである。近年はブンデスリーガ1部と2部を行き来する成績が続いている。二部降格回数7回はブンデスリーガでは ニュルンベルクの9回に次いで多い。2010から11シーズンには2部で再開となり3部に降格した。2019から20シーズンにおいてリーグ戦3試合を残して2部優勝を果たし、12年ぶりの一部復帰が決まった。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他保有国籍、もしくは市民権。 星印は EU 県外選手を示す。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。1984から85年シーズンには鈴木良平が当チームのヘッドコーチを務めたことがある。ありがとうございます。